どうも皆さんこんばんは。今日は星の写真を街中で撮ろうということで今ロケ現場までやってきました。星の写真っていうのは暗いところじゃないと撮れないものなんですけれども、今日は比較明合成っていうやり方で写真を撮っていこうと思います。それでは始めていきます。こういう明かりのあるところで星ってそんなに見えないんじゃないかなと思ってたんですけれども、意外に思ったよりは見えてます。カメラの設定ですが、ホワイトバランスは蛍光灯、ピントは星に合わせてあります。そして今からテスト撮影をしてみます。カメラのダイヤルはマニュアルに設定して、シャッタースピードは今6で設定しました。で、F 値が 3.5 です。それではインターバル撮影を開始していきます。今9時55分なんですけれども、撮影を開始したところです。もうあとはひたすらこの撮影が終わるのを待つだけなので、めちゃめちゃ暇です。今一応撮り続けてはいるんですけれども、目の前あたりの星が肉眼では全然見えないんですよ。なので写真にも写ってるかどうかちょっと不安なんですけれども、一応ね、上空にはちょこちょこ星が出てるんですよ。なので目に見えないこの辺りも映っててくれるといいんですけど、どうでしょうか。さっきまで快晴だったんだけど、ちょっと雲が出てきちゃいましたね。だいたいどこら辺で撮るか決めてたんですけど、この辺りがどういう状況なのか下見をしてなくって、ここら辺土手になってて、本当はね、撮ってる間に車の中で待とうと思ってたんですよ。でもこう土手に上がってこないといけない状況だったので、残念ながらちょっとね、すごく寒い状態で1時間近く待ってます。ちょっとすっごい寒くなってきたので、多分もう500枚ぐらいは撮ってるはずなので、そろそろ退散しようかなと思います。さて、今回は星の撮影、星そのものの撮影ではなくって、星のある風景の撮影についてやっていきます。前回の私の星の撮影のビデオについては、このあたりにビデオリンク出しておきますので、よかったらご覧ください。星の撮影っていうと山奥まで撮りに行かなきゃいけなかったり、とにかく街の光から遠ざかるように奥地まで行かなきゃいけなかったりとかして、結構大変なイメージがあるんですけれども、今回私が試したのは街の明かりと一緒に星の軌跡を撮るというやり方です。街の明かりと星の軌跡を一緒に撮ると言っても、長時間露光でずっと追っていくわけではなくって、星を点として捉えたものを何百枚っていう単位で撮って、それを後から PC のソフトウェアで合成するっていうやり方です。こういう写真の合成を比較明合成というらしいです。比較明合成、それとも比較明合成、ちょっとねわからないんですけれども、どちらか比較明合成というらしいです。こちらの雑誌、これを見ていた時に比較明合成っていう言葉が出てきたんですけれども、あ、そういえば以前コメントでこの言葉いただいたことがあるなと思って、いろいろ調べて今回やってみることにしました。いろいろググってみたところ、Mac ユーザーにはスタースタックスっていうフリーのソフトウェアがあるということで、今回それを使って比較明合成やってみました。そのスタースタックス、こんな感じなんですけれども、ここに撮ってきた写真をドラッグ&ドロップで一気に移動させた後は、こちらのボタンを押すだけで合成が始まります。それではこのボタンをクリックして合成を始めます。これ見てても仕方ないので早送りしますね。合成されていく様子をずっと見ているとタイムラプス動画になってます。で、出来上がったのがこちらです。そしてこれをさらにライトルームで仕上げたのがこちらです。今回は撮ってきた写真500枚以上をこのソフトに入れて合成しているんですけれども、写真は全部 JPEG で撮ってきました。空を高く広く撮りたかったので、今回はこちらのニコン 18mm から 35mm の広角ズームレンズを使っています。
18ミリ側で全部撮りました。シャッタースピードは6秒ということで今回撮ってきたんですけれども、それを決定するまでいろいろシャッタースピードと ISO をちょこちょこ変えながらテスト撮影をしていました。で、最終的にシャッタースピード6秒、それから ISO は200にしました。街の明かりの方にピントを合わせるのか星の方にピントを合わせるのかちょっと迷って両方やってみたんですけれども、その両方撮った後カメラの背面のスクリーンで比較してみたところ大した差がなかったんですね。というわけで今回は星の方にピントを合わせることにしました。比較明合性をされたことがある方でしたら、この写真を見たらすぐお分かりになると思うんですけれども、これ、ここ、これ、本来ずっとつながっているはずのこの星の軌跡のライン、これが私のこの写真だとこうブツブツ切れちゃってますよね。これどうしてこんな風になっちゃったかっていうと、これがちょっと下調べ不足で今回失敗しちゃった原因なんですが、このインターバルタイマー撮影、どんどんこう写真を連続して撮っていくわけなんですけれども、その写真と写真の間ですね、この間の時間を自分で設定することができるんですが、ここの間を空ける時間が結構大切で、この時間実は自分が設定したシャッタースピードよりも長く設定しておかないといけないんですよ。ところが私はそれを知らなかったので、とにかく連続して写真を撮りたいという一心で設定できる一番短い時間1秒っていうのを設定しちゃったんですね。ということでインターバルタイマー撮影中にエラーが出てしまって、だいたい150枚ぐらい写真を撮り終えるとカメラが動かなくなってるんですよ。で、カメラの隣でずっと立って待っているものですから、あれ、さっきからシャッターの音が聞こえないなと思ってカメラを見るとオフになっちゃってるんですね。で、あれどうしちゃったのかな、電池がなくなっちゃったのかなとかいろいろ思うんですけれども、電池はまだ全然残っていて、いや、なんかあったのかなという感じで、もう一回インターバルタイマー撮影の項目のところに戻って開始し始めるんですが、また同じぐらいですね、150枚ぐらい撮ると止まっちゃうんですよ。で、なんかおかしいなと思っていたんですけれども、もうすっごく寒くなってきていて、もう手の指もカチカチに固まってくるぐらい寒かったので、もう今更 iPhone でこうどうなってるのかとか調べるのがめんどくさくなっちゃって、止まるたんびにもう一回撮影開始ということで繰り返して撮っていたために、ここにその150枚ごとに止まってしまった状況が現れていることになってます。で、家に帰ってきてからその原因を調べてみたんですが、今回のように6秒っていうシャッタースピードを設定した場合は、このインターバルタイマー撮影の間隔、これは6秒よりも多く設定しなければいけないということで、最低でも7秒とか8秒とかそれぐらいは設定しておかなきゃいけないということで、今後はそういうふうに気をつけていきたいなと思います。星の撮影といえば新月の前後、しかも雲が出ていない快晴の夜っていうのが撮影の条件に入ってくるんですけれども、まあね、そういう時にばっかりぴったり撮影を合わせてられないということで、今回はちょっと月が出てくる時間帯が遅い夜、それから快晴の雲が出ていない夜っていうのを狙ってタイミングを見計らって撮影に出かけてみたんですが、ちょっとね、残念なことにほんの少し雲が撮影中に出てきてしまったので、こちらです、ここら辺ですね、この辺りに雲がちょっと出ちゃいました。写真一枚一枚で確認している分には、ここに星あるっていうような感じなんですけれども、こうやって合成して見てみるとラインになって浮かび上がってくるので、あ、ここに星あったんだっていうふうに確認することができますよね。一枚一枚の写真で確認できるかできないかっていうような写りの星っていうのは、実際に肉眼では絶対に見ることができない星なので、こうやって合成をし始めた時にこう目の前でどん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 星が浮き上がってくるので、すごい、もう、こんなに星見えてたんだ、まあ実際には私には見えてないんですけれども、カメラが見えてたんだっていうことでちょっと驚きました。
この明るい大阪市内でこれだけたくさんの星が映っていたということで、実際に肉眼で星を見ることができるエリアに行ってこの方法で撮影をしてみたら、一体どんなすごい写真が出来上がるのかなと思ってちょっと試してみたくなりました。さて、今回の動画気に入ってくださった方、ぜひいいねボタンでまた教えてください。それでは今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。